はい、ということでですね、たぬき山から帰ってきました。お疲れ様でした。すいません、ありがとうございました。今回の企画というか、まあ、国見高校サッカー部に練習参加させていただいて、たぬき山で走って給仕監督と、まあ、対談ということで、今回いろいろちょっとその国見高校についていろいろ聞いていきたいんですけど、給仕監督と僕は同級生、同世代というか、はい、ずっと国見ということで、まあ、練習試合も結構やってたんですけど、給仕監督はやっぱその当時、ユース世代代表入ってましたよね。あのなんか選抜とか選抜入ってましたよね。そうなんですよ。だから有名だったんですよ、国見、左サイドバックで喋ったことはないんですけど、僕はもう本当にもう知ってました。昔から知ってました。もう知ってました。知ってました。本当ですか。はい、いるなっていう。あ、本当ですか。いや、ナスって名前も出してるし、まあそうですね、声もすごい出してましたし、存在感ありました。あ、本当ですか。当時の鹿児島実業、はい、国見高校の生徒から見て、はい、どう打ってたのかなっていうのがちょっと聞きたかったんですけど、僕は、はい、鹿児島に対してはかなりのライバル心を持ってました。ありました。はい、あ、やっぱそうなんですね。めちゃくちゃ持ってます。もう鹿児島には負けたくな い, い、はい。あ、やっぱそうなんですね。それは、まあ、同世代で、はい、中学校の時から選抜とか、はい、そういうのやってた選手も、はい、あのいますし、はい、松井選手だったり、那須選手だったり、はい、まあ、本当に全国的にも有名な選手が多かったですね、鹿児島。はい、絶対比べられるのが、小梅先生も果実っていう、果実には負けれない、果実が10本やるんだったらうちは15本やる、20本やるよっていうような、常にやっぱり松田先生とそういう意識はされたのかなっていうので、だからなんとなくやっぱり僕も果実には負けれないなっていう、なんかあのダービーマッチ感がありましたよね。ああ、そうですね。当時、はい、かなり当時の果実国見って、はい、そんくらいなんかこうバチバチお互いあの練習試合の時からやってたっていう感じだったんですけど、同じ匂いがありましたね。ありましたね。だからこそのっていうところはあるのかなと思って、なんか同じような内容は違うんですけど、同じような練習をして、まあ、厳しい練習をして、はい、それでこうなんかまあ全国を知っててとか、すごく似たようなところがたくさんある両校ということだったんで、結構だからあの年は、何回結構やりましたよね。新人戦の決勝で、うん、はい、九州大会の決勝で最初やったんですよ、はい、そこから練習試合で結構やりました、ね、はい、やって、で最後選手権する。そうですね。そうそう、もう完全に逆転して、ああ、まあ最初は本当に国見が勝ってて、でその年の最後らへんは、はい、まあ果実が勝ってということで、その当時の吉との印象というか、うん、どんな選手だったのかなっていう、木藤監督から見てかなり負けず嫌いでしたね。あ、もう練習でもそうですし、はい、自分がこう抜いていってやるぞとか、あ、そういう気概をすごく持ってましたし、でよく相手とも喧嘩してました、うん、本当にその当時から、まあ、当時からやっぱりすごいこう、まあ、負けん気が強いので、はいはい、やっぱりタイトにこう来られるんですよ、どうしても。やっぱ彼は2年生の時から国見の中ではもうレギュラーで、はい、本当に替えの効かない選手だったので、攻撃のアクセントをつけてましたし、とにかくもう相手に向かっていくと、へ、誰であってもそういうのが彼にはあったので、うん、そこまで負けん気が強くて、うん、もうこっちが抑えるぐらい、まあ そうですね、そういう選手ってもうなかなかいないですよね。いないですよね。本当に喧嘩するぐらい、うん、絶対ボール離さないとか、うん、プロ入りたてとかもいろんな選手と言い合ってたり、やり合ってたじゃないですか。そうですね。まあでもあの強さって、マニキの強さが吉との良さでもありというか、うん、うん、まあ、そこでね、叩かれることも、はい、あ、そうですね。多分本人もね、やっぱりいろいろとそういうのは経験してきたとは思うんですけど、うん、でもあのやっぱり、ね、メンタリティがすごいなと思いました、うん、そうですね。まあ当時からだったんですね。当時、球児監督がいた、在籍してた時、その時の国見高校の印象というか、どういう思い出がありました？まあ、監督はやっぱ小梅先生いらっしゃって、はい、もう本当に圧倒的な存在感だったので、はい、この町って本当に狭いんですけど、はい、かなりの方がやっぱこう国見高校のサッカー部を応援していただいてるっていうのがありましたし、よく日本一を取らないといけないっていうような、そういう感覚を持ってましたし、まあ、本当練習試合にしてもそうですし、はいはい、遠征で行ってとかフェスティバルにしても、はい、もうどんな試合一
一つでも絶対負けちゃいけないっていうような、うん、そういう気持ちでやってましたね、うん、当時それでこそその樋口監督が選手の時どういう3年間でした？あんま大きい声で言えないですけど、まあ数々の、はい、まあ、やっぱ伝説っていうのはたくさん、はい、特にあ、はい、まあ、きつかった思い出とか、はいはい、いや、それやるんだっていうのがありましたし、まあ、今逆に自分が指導者になって、はい、それを例えばやらすって、はい、相当な覚悟であったりとか、パワーいりますよね。いります、絶対そうですね。まあ、怪我しちゃったらとか、はい、なんかいろんな面見ますもんね、はい、見るので、うん、で本当にじゃあそれ子供たちがやって、うん、どういうメンタリティになるのかなとか、うんうん、まあ、そういうのも含めて、うん、走らされることをこちらが求めるわけですから、はいはい、それってかなりのやっぱりパワーがいるなっていうのは、うん、逆にすごいなと思いましたね。まあそうっすよね、本当に、うん、まあ、多分ヨシトであったり、はい、ユウヘイなんかも話して、はい、ソータそうです、ね、話してましたけど、はい、やっぱああいうのが日常で起こってくるんですよ、うん、非日常じゃなくて日常なので、もう本当試合終わって帰ってきて、うん、で走るのも当たり前ですし、うん、ちょっとこう持ってるかなっていうとこあるかもしれないですけど、うん、筋肉痛が取れるっていうことが大会前ぐらいしかなかった、はい、それぐらいの結構鍛えられてるので、はい、そんな筋肉痛ってなかなかならないじゃないですか。そうですよね、はい、けど本当に高校の時常に筋肉痛があったなっていうまあそれがやっとこう取れてくるのが大会前とか、あ、まあ、それぐらいハードぐらいだったような、はい、まあ、あの小峰監督もそうなんですけど、まあ、松田監督もそうなんですけども、はい、絶対的なもんがあったから、はい、まあ、あそこまでやってこいっていう、はい、あのそれが、はい、もう絶対もう走れとかそれをやるんだっていう、それにもうあの生徒たちは、まあ、やらされてる感の子もいれば、まあ、積極的にやってる子もいましたけど、まあ、でも、皆さんを口揃えて言うのは、まあ、きつかったっていうまあそのワードが絶対残ると思うんですけど、まあ、でもやっぱすごいですよね。やっぱそのメニューを作ってやる方もやる方で、なんかしらやっぱいろんな角度で、まあ、先ほども言いましたけど怪我とかいろんなこと考えちゃうんですか。そういうのさ全部抜いて、もう覚悟を持ってこのトレーニング取り込めって乗り越えてこいみたいな感じでしたもんね、やっぱ当時は、うん、先生の中で、まあ、ここまでいかないとやっぱ勝てないっていうのは絶対あったと思うんですよ、ね、これぐらいで弱音入ったりとか、はい、これ走れないんだったら、うん、多分全国では勝てないよっていうのはあるんじゃないかな。結構もういろんな話を OB の方から聞くんですけど、はいはい、小峰先生が就任された当時から、そこから例えばヨシトであったり、はい、その後ぐらいの年代までで、ね、いろいろとやっぱ指導方法もすごく変わられてるんですよ、ね、あ、そうですね。僕らその当時なんとなく機嫌でやらされてんじゃねえのっていうこれ機嫌かなっていうところはありましたけど、はい、でも多分今思えば、うん、なんですかね、そういうちゃんとこう考えた中でそういうのやってたのかなと思いますけどね。当時は坊主でしたよね。そうそうまあ、仮説もそうだったんですけど、でも今ってその藤井監督になってから坊主は廃止にしたっていう、はい、この新チームからですね。あ、新チームから。はい、それまでは、はい、まあ坊主だったんですけど、はい、それとかはどういうあの意図があってっていうか、そう、最初国見に来た時に、はい、まあ、いろいろと外から見てる国見と、はい、入ってからの国見っていうのも、うん、結構ギャップがあったりもしましたし、はい、僕らの時は全国大会に出て、はい、もちろん当たり前ですし、うん、やっぱ勝ってる時代とかっていうのは、ただ国見が坊主だから、まあ、坊主にしてるし、うん、当然そこにこう彼らなりの意味とか、はい、そういうものをあんま持ってないような気もしてましたし、うん、で実際坊主にしてもちろんいい部分もあるのかもしれないんですけども、うん、それよりもやっぱり中身の方が大事なんじゃないか。例えば、うん、坊主にしてていろんなことができてない子っていうのは、うん、ただ坊主にしてるだけっていうところがあると思うんですけど、うん、けどそういうことよりも、まあ、ルールはやっぱ学校のルールっていうのはありますし、うん、そういうルールの中でやらないといけないことっていうのをやっぱり求めていった方が、うん、まあ、今の時代には合ってるんじゃないかなと思いますし、うん、
なるほど。当時と今の国民の違いってどういうところが違えると思いますか？当時はやっぱりもう勝って当たり前のチームだったので、はいはい、選手たちももちろんそういう意識で、あ、はい、当然国に入ってもう日本一を狙うっていう意識で入学してきますし、うん、やってること全てそういうところにやっぱつなげていくっていうのはやっぱりあったと思いますし、はい、で今の国見ってもう勝ってない国見っていうことで、全国大会出てる生徒は一人もいませんし、あ、はい、国見が勝ってるのを多分記憶としてもほぼないですし、うん、だからそういう意識の差っていうのは、うん、当時の国見とは全然違いますし、今で言ったら例えば青森山田高校であったり、はい、九州で言ったら大津高校、東、はい、福岡高校、全国が当たり前になってるチーム、はい、っていうのはやっぱりもう入学してくるときからの意識レベルがやっぱ違うなと、うん、なるほど。そこをやっぱり目指して、はい、その当時の方法であったり、はい、考え方ってでやるんではなくて、うん、そこは自分なりにこういうことが今必要だなって思うことをチームとしてのベースを作っていってるとこかなと、うん、なるほど。九州新人、はい、優勝したってことで、そうですね、チーム自体はこう結果も残しつつちょっとずつこう進化してってるっていう、はい、ところだと思うんですけど、はい、今後の井口監督 その監督としての目標をちょっと教えていただきたいんですが、やっぱり我々の目標は全国で、はい、やっぱり勝つっていうことが一番の目標ではあるので、はい、ただ子供たちをどうやって育てていくかっていうことがやっぱりもう一つはあって、J リーグであったり、はい、大学であったり、うん、そういう上のカテゴリーにつながるような選手を育てるっていうのと、やっぱりそのサッカーを通してやっぱり人を育てていきたいなっていうのもあるので、まあ、欲張りではあるんですけど、いろいろとそこが全部なんかつながってるような気がして、先代からのずっと教えがやっぱりそういうところはあるので、はい、人をしっかり育てていきたいなっていうのは個人的な目標ですね。なるほど。本当今年の国見高校を、まあ、今までとまた違って結果もまたついてきてってところで、全国大会も、出て活躍されると思いますので、応援よろしくお願いしますということで、本当に貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。